まあ、解けなかったので、レベルセレクトあったので、こちらに行ってみましょう。次のレベル。オスコばっかり。ばらけた方がいいのか。っていう、やつかな。どれだろう。この辺がスペースとして活用できないんですよね、今のところ。羊がここに来ることってあるのかな。くっつきがあったとしても、ここって羊が来れないのかな。ここの着地難しいんですよね。ここに来るためには、他のことくっつかずにそこに来るためにはっていうのを考えると、えらく難しくなる。そうなんだよね。どれかとどれかがくっついてしまうので、最後に最後にどうやって決めたらいいんだろうっていうのがわからない。今のところくっつくことをあまり積極的にやってないんだけど、くっつけないとクリアできないんだろうな。
恥持ってかないといけない。このラインとこのラインに羊が来ないとクリアにならない。だけど一番下のラインに羊を持ってくるっていうのはできないので、上のラインに羊が2匹来ていて、あ、この羊をまず取り出すのがすごい難しいのかな。この羊を取り出せない。うん。こう持ってくればこうなってこうなるよねっていうやつはある。っていうやつはあるんだけど、ここにいる羊を取り出そうと思うとルートがないんだよな。あー、なくない。一人出してきて、もう一人がここにいて、こう引っ張ってきてからこっち、そうするとこの子出てきて、こう、この辺りがこういう難易度なのに、なんでここがギブアップって言ってからその後も30分以上やってたんですけど一向に解けないんだよね。プッシュ、なるほど。一人は壁際に押してしまっていいよ。だからこの二人を縦にしたいよね。あ、縦にではなくて横に、横向きにしたいよねと。これで離れたが、離れたが、横向きにして、これでいいんじゃないかな。こうしてこう入れてこう、順調になってしまった。つまりこのラインが難しい。真ん中引っ張ってくればそこから上と下に持ち出すことは可能ではあるが、なんかいやらしそうだね。一つ完成してももう一人がこうやって引っ張り出してしまう。さあどうしよう、さあどうしよう。この壁際の子、世界で一番難しい壁際の、壁際にどうやって持ってくるか。真ん中から以外で持ってくる方法ってあるのかな。で、真ん中から持ってくるのをやっていると、右側に持っていったら上の子がくっついてきちゃうでしょ。これど左右どっちに動かしてもすでにいる子とくっついてきてしまうという
ことが起こってしまう。一番上や一番下にストックできるのが一番嬉しいんだけど、これがポイント、これが分からないポイント、これをどうすればいいんだろうっていうやつ。これをどうすればいいんだ、このジレンマをどうやったら崩すことができるだろうか。こういう形にしてはいけないんだろうなと。とは思うんだけど、動かし方がわからんね。真ん中から上、真ん中から下、真ん中に来る以上、真ん中に来る以上じゃない方が動くのは仕方ない。ただここはこうやったら解けるっていうのが見つからない。こうやったら解けるっていう方法が見つからないやつだ。壁に寄せることを考えればいいのかな。この壁際に、引っ張って引っ張るっていう行為だけで誰か壁際に引きずり込むことってできるのかな。壁際に引っ張り込むっていうことは壁の1マス隣に羊をセットして壁方向に押し込むっていうのはできないので、3人いて、ああなるほど、そういうことができるフォームはあるんだ。あるけど、ちょっと待てよ、そのフォームを作るのがまずむずいのか。いや、ここはくっつかないんですけど、カッコの形が作ることができたら、そこから下にグッてやれば一人一番下の段に持ってくるっていうことは可能になる。なるけどカッコ作れない。できた。こうすると下に持ってこれるから、下の段はもうそのままでいけると。ちょっと待てよ、逆で上で作った方がよかったのかな。これこの杭の位置からして、あ、いける。OK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 。これがひらめげるならな。今こんな感じで相変わらずの一問残し。3匹をそちらへ。実質ここはもう全く使えないエリアと思うじゃん。使えるんだわ。こういう動き方ができるから。だから
上でその形を作って、こうね、うん、2匹嫌な思い出しかない。この白い子を引っ張り上げるためにまず接続が必要になると。この子を救い出す必要もあると。こういうところから始まり、そしてこの子をこの上下移動から左右移動に変換しないといけないから、羊で1個押してあげるっていうのがいいんだろうか、なんだけど、押すのとは逆向きに入ってるんですよね。さあ、これをこの子をどうやって出す。羊で押して、ああ上じゃない方がいいんだ、下の方がいいんだ、下の方が広い。押してここから引き上げることができる。できるか。ここでまたしても、押し上げないといけない。左に行くと、いやダメだな、ここ行くといいんですけどね。ここかここ、あ、ここかここでストップするような状況が望ましい。ここに来るんだとしたら、上から下に来てからこの子で押し込み、この子はどいてこっちに来る。で、この子は下に下げる。できるんだよね。本当に大詰まりしなければ、大詰まりしなければ、なんか今までどっかで見たことがある。これは灰色ということは、あ、動かない。くっつくだけなんだ。なるほど、なんかハイブリッドな動作をするのかなと思いきや、一番何もない子だ。こっちは押せないもんね。最後あの形でフィニッシュ決めないといけない。太郎はふとしたことで詰まっちゃうから、
かなり怖い。もう詰まってるんじゃないの。ここに連れてきたいんだけど、できなくね。こういうルートを取るんでしょうね。だからまずは右へ持っていき、右かな、本当かな、上に持っていく可能性は、上に持ってきても右に曲がれる場所がないから、まずは右だよね。右だけど、ここで右にくっつけるか、ここにくっつけるか、上か右か選べるんだけど、これで持ってくることができる。この先この子が左に来てほしい。あそこに行くのはどうなんだ。行けるけど、これでそっちに行ってこうなって引っ張り上げて下げる。あの白い子を取り出さねばならぬ。が、その後白い子をあのエリアに連れていくっていうところまでを、この子たちで頑張らねばならぬな。どうする？白で押すっていうのがあった。もっと押してもいいのかな。とこうなって、こっちに白い子を持ってきちゃってもいい。そうなると、どこで話すのがいい？この辺でこうしてもらえば、そこは邪魔かもしれん。いや、こうなっててくれるのであれば、こうなる。こうなるので、こうなって、こうできる。OK、OK、OK、OK。バルコ4。
ここはまあいい。こことここの難しさについて、壁際に持ってきて、壁際まで2人持ってくることができればやれなくはないんだけどな。壁際に2人持っていくのが辛いんですかね。2人がバラバラに来ないといけないんだよね。だいぶ想定通りにはいかなくなってますけど、そっちになっちゃうか。いいね。こうしてこう来るとこうなるから、それをもう一回かなと思ってて、この子たちがばらけて、OKOKOK 動かないことっち、あの形でくっつけてそのまま持ってくることが可能なのだろうか。一人ずつやった方がいいんじゃないのか。一人ずつは無理だね。あそこに入れて外すっていう行為はできない。まあでもこれはこういうふうに目的の形がこう提示されているから幾分楽なのではと思ってしまうな。思っちゃいけないな。そうなんだよな、これ一方通行な走行なんだよね。これ下まで押しちゃうとこの子を上に上げるのがとってもしんどくなるんだ。なるほどな、そこは盲点だったな。犬の声がでかくない？悩ましい。くっついてしまう。
悩ましいことになっちゃった。この形が積みの形なんだね。うん、突然前触れなく積みが訪れるのが難しいかもしれない。おじゃないおじゃないんだよな。ゴールする決め手が、白い子がゴールするところまでたどり着けない。一旦崩せばいいんだけど、いやー嫌なステージだね。嫌なステージだな。これはもう助からない。うん、初手が間違えるとその後もずるずる間違えていくようなタイプだ。スタートの手、上に行くか右に行くか。そして上に行くか右に行くか。こんな動き方しないでしょっていう動き方をしてみたけど、まあしないでしょ。普通の人はここで止めたい。そうすると次の動きがおおよそ決まってしまい、こうなってしまう。今回の羊はくっついてほしくないな。結構罪の形、そこまで追いやってしまった羊、ここまで追いやってしまった羊を救えないんですよね。白の羊で引っ掛けて釣り上げる
ていう、引っ掛けて釣り上げるっていうやつがうまく決まればいけんだけど、ここはひたすらパターン試していくステージになりそうだな。そこに羊を置くっていう可能性ってありえるか。ありえるっていう結論出てきたな。こういう動きができるな。でもか。上から下に押し、ここで右に行っちゃうとまたどうせくっつきに来るから、ここがいやらしいんですよね。このムーブしかできないのがいやらしくて、それ以外に白い子がうまく動く方法が見つからない。かといって左に行くと常にくっついたまんまなので、まあどうしようもないかな。だここの灰色を先に埋めちゃうといろいろと辛いんですわ。ここを入れてからこの形状を持ってくるっていうのが、まあ、いいだろうな。とすっと、戻ってきちゃった。とすっとこうなのかな。これが入ってからあの子を右にずらした後に、ああまたいつものパターン入った。そうなんだよな。ここにいる子をくっついて剥がそうと思った時に、ここ使っちゃダメなんだよね。ここの柱使うと自動的にここで折り曲がってまたくっつきに行きますよねみたいなハメになる。それなんですよ。それなんですよ。広そうに見えてこの辺りがめちゃめちゃ狭い。ほなどうするのだ。ここの柱はとにかく使わずに動きたい。いい動きではないな。もう使っちゃったし。
いい動きではないな。これ上行くのめちゃめちゃしんどくなった。ここは難しい、ここは難しい。あまり得意じゃないタイプのステージだ。飛ばすしてみよう。今日は一旦ここまでにしましょうか。今飛ばしてるのがステージが2つかな。ということで、では